静岡県出身のゆかりんこと佐藤ゆかりです。よろしくお願いします。存在感がアップしたっていう。嬉しい。その前は本当にホワワーンって言ってたんじゃない、うん、そうですね。今エスキャラになっちゃって嫌です。あのだからそうホワワーンって言ってたけど、うん、実は結構この人強気の人だなっていう、うん、なんですかね、うん、なんかでも最初は、うん、なんか見た目が癒し系って言われたんですよ、うん、スタッフさんとかにも。だからなんかそういうキャラで行った方がいいんじゃないって言われて、でも自分の中でもフォアワンっていうキャラはあったんですよ、うん、でも AKB を続けていくうちに、うん、なんか消えたわけじゃないんですけど、だんだん強くなってきたんですよ。めっちゃ強いことを言う自分は結構本当の自分に近づいてる、うん、本当の自分です。結構気が強いところがあったりするけど、うん、なんか言えるようになったんです、素直に。自分の気持ちがやっぱ馴染んできた、うん、馴染んできたことかな、うん、それもあると思います。これからもじゃあ、はい、そのゆかりん、はい、ポジションをゆかりんスマイルで、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、これからも一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。ゆかりんでした。